はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日は3日連続の e ージー k e y s 2これの解説動画を皆さんにご提供させていただこうと思っています。この3つ目の動画というのはメロディここからですね、コード進行を作っていくというとっても素晴らしい機能。これが今までのバンドメイト、いわゆるディテクト機能ですね。音源を分析して そしてそれのコード進行を作ったりそこからフレーズを選んだり Easy シリーズというのはその部分がとっても強くできていますその中でもやはり内部的にもとっても進化していましてメロディーの単音ですねこれを与えてもかなりいい線でコード進行を指南してくれるということが分かっています ですから皆さんは鼻歌から作る人もいてるだろうしそして鍵盤とかが得意でそのまま鍵盤を歌れる方ギターが得意だからギターからオーディオ録音をして入れる方さまざまなメロディーの入れ方というのはあると思うんですけれどもそのどれもが苦手な方は僕が開発した世界初のチャット GPT これからミ d i データを作るというこの機能を一度試してみてください。そして Easy Keys2 のディテクト機能、バンドメイトですね。これと連携して曲を作ってしまおう。そういうような試みをやってみたいと思います。GPT メロディ p プレイヤーというこのプレイヤーは村長スタイルコードということで ChatGPT と 通信すすることができます「ソングプロンプト」というのを押すとこんなような「クイックメロディープロンプト作成」というのが出てきますから自分が作りたいような曲をここで投げかけてください。例えば「日本のサザンオールスターズ」のようなリズミカルな曲こんなふうに打っていただきます。曲曲のの名前を入れてもいいですし何々のような曲 といいう形でここに入れてください例として有名なカントリーロード風な軽快な曲というふうに入れますとマニュアルのように書いていますのでこの通りに入れてみてください。そして今回は32小節分ぐらい作りたいと。 ただしですねチャット GPT は音楽専用の AI ではありませんのでこの小説数というのはとっても曖昧ですそこはこれからチャット GPT がもう少し進化するのを待ちましょうそこでオレンジ色のプロンプト生成というのをこのようにしますとたくさんの呪文のようなプロンプトが自動生成されるように僕は開発しましたそこでクリップボードへコピーというふうにします そうしましてチャット GPT の画面を出しましょう今回は GPT-4 僕はプラスに加入していますので GPT-4 でやってみたいと思いますここにプロンプトとして今コピーしたものを貼り付けますそうしまして聞いてみますかなり長い文章ですサダンオールスターズのような感じになるようにしますというふうにしてくれていますね 一生懸命メロディーを考えてくれていますこのプロンプトからはメロディーだけではなくてコード進行というのも出るんですけれども今日はこのメロディーの部分を使いたいと思いますコード進行をイージーキーズ2に任せよう。そういう風に思っていますチャット gpt 自身も毎日毎日進化しています 今まで32小節といってもこんな長いメロディーをなかなか作ってくれなかったんですがかなりいい感じで作ってくれていますメロディーが終わりましたら今度はコードを考えてくれています規定通り32小節うまく作ってくれていますこの機能も皆さんも無料で使っていただけますじゃあこれでですね上側のメロディーをコピーしますはい これでコピーが取られました。そうしまして、先ほどのメロディープレイヤー、これに戻ります。クリップボードの貼り付けというのをやります。このようにすると、村長スタイルコードがここに貼り付けられて、Listen to Melody というので聞くこともできるんですけれども、今日は聞くというのはやめて、Save as MIDI、これで MIDI として保存したいと思います。このホルダーに保存します。 スタジオ1起動します。ここで Easy Keys2 のバンドメイト。この画面を出します。そして今保存した Melody3 MIDI というのをですね、これをドラッグします。今分析をしています。はい。これでもコード進行がちゃんと分析できたわけです。この Detect 機能、まあ、正式にはバンドメイトと呼んでいますけれども、 これってすごいですよね。僕はこの他にもスケーラー2とかいう世界的に有名なプラグインブティック社のソフトなどを持っていたり今までも解説をたくさんしましたでもですねこのメロディーの中でどんなコードが使われているかというだけでですねコードを割り当ててくれるわけではなかったんですねでもこれはかなり正確にですねメロディーに コードを割り付けてくれて、そしてピアノのフレーズとしても成り立っています。ちょっと聞いてみましょう。 このようにですね、皆さんが考えたメロディーでもいいですし、僕のソフトとチャット GPT を使ってこのように作ったメロディーでもいいです。何でもいいですからメロディーを与えるとですね、コード進行が得られるということです。この音、ベースのような音が鳴っていますけれども、ここで切り替えることができます。例えば、オルガンのような音にしてみます。 このようにですね、ここでインストゥルメントを変えることができるこれも皆さん覚えておいてくださいそしてもちろんデータをドラッグアンドドロップしてきますそうしましたらこれをですねグルーブスに変えてやってみますクリアーオールというのをしますとですね全部の検索結果がクリアになってですね全てのデータがここに出てくるようになります 少しフレーズ選びをしてみましょうポップスロックこのようにしましてスタンダードあとはストレートそうしましてノリは8ビートぐらいのノリにしますちょっと聴いていきましょうもうちょっと早い方がいいですねそしてですねちょっと僕が忘れていたことがありますチャット GPT が どのぐらいの速さでやれと言ったかですね。これは85ぐらいの速さがいいよというふうに提案してくれていますので DAW の速さを85もう少しゆっくりにしたいと思います。フローホストというのになっていますので勝手にテンポが85に変わりました。それでもう一度聞いていきましょう。 はい。これなんかいいかもわかりませんね。そして今度は、リプレイス MIDI、これを押しまして、ここでセーブチェンジーズ。これを選ぶと確定することができます。これで先ほどのメロディを別のトラックに入れてみましょう。これを一旦消します。そうしまして、MIDI のメロディをここに入れたいと思います。そして、この音ですけれども、サックスの音。 これを入れてみましょう。はい。ウィンドウの中からアルトサックスを選びましてサックスフル、これを選びたいと思います。音源がサックスになりました。じゃあこれでピアノとサックス、これで聴いてみましょう。DAW の方のトランスポート、これを選んで再生をします。ちょっと プラグインの画面が大きすぎますので一旦消しておきます。これで聞いてみましょう。 このようにですねメロディーがあればコード進行がこのようにできるということですとっても便利でしょうメロディー皆さんどうしても思いつかない時はチャット GPT にも手伝ってもらってですね一度試してみてくださいそしてバンドメイトの機能でですねメロディーからコード進行を割り出すというふうにしていただきましてそしてそれでも 自分がもう少し変わったようにしたいなと思うような時がありましたらこのサジェストコードこれを使いましてですね僕の一番お気に入りの機能ですけれどもコード進行を若干変えてみるとでこれを変えたらえメロディーと合うのというふうに思うと思いますけれどもこの中のものであれば案外メロディーとも合いやすい そういうコード進行になっています。例えば d マイナーですからまあ、f とかは合うのが少し慣れてきた人ならわかると思うんですが、a マイナーに変えてみたら本当に合うのでしょうか？これでこの3小節ほどを聞いてみましょう。 はい。合わないことはないですよね。ですから、ちょっと実験的すぎますけれどもですね。ここで、チェンジコードというのをすべて選択しましてやってみましょう。どうなりますでしょうかね。まあ、こことここだけはロックしておきます。せっかく決めましたんでですね。ほら、もうこんなにゴロンと変えました。でも、今のメロディーに本当に合うのでしょうか。冒険的すぎます。 まあ、でもやってみましょうはい、ここダメやってみましたが当たり前ですメロディーから割り出しているのではないわけですからこれはなかなかうまくはいかないです これは悪いテストということで僕は分かってたんですけれどもこの撮影をした動画はあえて消さないで置いておきましたやってはいけないことこれも一つ覚えておいてくださいもう本当に素晴らしい EasyKeys の機能を存分に使ってですね音楽制作にうまく活用してください今日はご視聴ありがとうございました次の回ぐらいは イージーキーズ2、イージーベース、イージードラマー3、この辺のところを掛け合わした作成方法などをご紹介していきたいと思いますので、もしよかったらチャンネル登録などよろしくお願いしたいと思います。そして最近になってチャンネル登録者5000人達成しました。いつも応援ありがとうございます。これからもよろしくお願いしたいと思います。